気象台によりますと、今日の県内は梅雨前線の影響で全域で雨や曇りとなっています。雨のピークはこの後昼過ぎから夕方までで、雷を伴って激しく降るところもありそうです。明日正午までに予想される1時間雨量はいずれも多いところで、中部、北部、西部で40ミリなどとなっています。また、明日正午までの24時間に降る雨の量は、西部で100ミリ、その他の地域では80ミリと予想されています。気象台は、今夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意するよう呼びかけています。